プロバスケットボール B1 リーグ第12節15日川崎市等々力アリーナレバンガ北海道93の82川崎東地区7位のレバンガ北海道は中地区2位の川崎に93の82で快勝9戦ぶり勝利を挙げた通算4勝16敗これまでのシュート欠乏症が嘘のよう 川崎は13日の天皇杯3次ラウンド、77-0-75群馬を戦い中1日で疲れも見えた。レバンガは序盤から激しい守りでリズムを作ると、ボールも回り PG テラゾシュート、29、島谷二23、ラが果敢に切り込み、外角シュートも高確率で決まり前半を45対32で折り返した。後半失速する試合が続いてきたが、 この日は今季最長15分59秒出場した SF 桜井良太、40、が、最終級の初得点を墓なドライブで奪うなど4得点、3リバウンド、2アシストでチームを鼓舞。勢いに乗り、C トーマスウェルシュ、27、が19得点、13リバウンド。日本人選手も寺園と SG 中野司、27、が16得点、 島谷が15得点をマークフィールドゴール決定率も64.3%と川崎4を大きく上回った小野寺龍太郎 HC42 はハンドラーである藤井選手とフィニッシャーであるファジーカス選手その2人のピックアンドロールをどう止めるかがポイントだった選手はプラン通り素晴らしいファイトを見せてくれたと称賛した 守りでも激しいファイトを見せた櫻井は誰か一人の活躍で勝てるチームではない今日は関野松下中野選手らがいい場面で得点を積み重ね目指す勝ち方ができたここから盛り返していきたいと16日の同カード連勝へ闘志を見せた